ミミミルルククサッカカーーアカデミーの上ままででございますーミルク佐藤ですよろしくお願いします。お願いろいろ教えてください、ね。で、はい、今日はこちらですね、ドンデータ通信ボシリーズ2021、A.C. 長野パルセイロ編でございまーす。参りました。さあ、毎年恒例このシリーズでございますが、全国10団中、全チームやっておりますということで。はい、います今回、長野の、えー、シーズンまとめデータということで、一つよろしくお願いします。長野さん、今年はね、えー、15チーム中、J3 でまあ9位という。はい やっぱり去年がね、やっぱり3位だったってところもあって、うん、まあ、だいぶかなり対策されてしまったなってシーズンでもあったかなと思うんですけど対応力ともね、目されていたんですけれどもね。そうなんですよ。はい、ただ、ちょっと運が悪かったシーズンでもあるなと僕は思うんですよね。で、うん、も、あの、実力面で関して言えば、うん、皆さん覚えてますかあの川崎フロンターレを一番追い詰めたチームは長野です。そうなんだよね。そうだ。そ,うそこで調子を一回グッと上げたっていうのがありましたね。そうなんです。ただ、グッと上げてこれから行くぞってところで、えーはい 夏の中断が入った。そうでした。うん,うん。で、中断開けて、よしっていうところで、何人かの怪我が出てしまってね、っていうのがありましたから。かちょっと今年は流れにちょっと、いろんなところがね、あの、ま、つも順が悪かったみたいな、そんな感じのシーズンだったかなと思いますけれども、来年は今度ね、シュタルフさんでどうなっていくのかというところありますが、うんはい、その前に今シーズンを振り返っていきたいなというところでした。はい、はい、それではまずはこちらでございます。うん、ドン 出ました。はい、ええ、グラフだな。わあ、本当ですね。わかりやすい。こ,このシリーズ、き北入ってますけど、これほど、ね、上下動があるところはなかなかい。うん、こんな,ないと思います。ねこのグラフはね、わかりやすくなったるこのグラフ何かというと。ええ、うん、一社平均の勝ち手になっております。はい、なんでわかりやすく、うん、もうね。はい。言っちゃえば、春先は、まあ、良かったんだけど、5月で、なんと勝ち点ゼロまで落ちてしまった。うんはい、だけど、川崎に買ったあたりで6、六七月ぐんと一気に来たんだけど。 ピガ人が一気に出てしまった9月にギュンとまた押してしまってっていうそういうシーズンだったんですね。ええ、ね。いにこれ水色が良かったよってところでオレンジが、うーんっていうところだと思っていただければとまあ思いますと。うんうん、でまあこれ言ってしまえばなんですけど、あのね、特にね、実はマーサ。はい。我々もね、やっぱ長野さんの、うん、あのこの夜躍進ぶりってことをやっぱりよく、まあ我々もずっと見てましたけど、そうですよね。6月といえば月間 MVP 森川さんですよ。そうです。 我々インタビューさせていただいて、はいはい、で結構聞いてしまったかなって実はこのおけがしてしまった人の一人が森川さんだったんですよね、うん、あの我々そうなんですよインタビューさせていただいていただいた時にも彼はおっしゃっていたのが、はい、あの自分はそのどういうプレイヤーかと言われたらそのハーードワークを信条としていまだから実は森川さん離脱されるまでのところでいうと J3 ナンバーワンクラスのプレスプレイヤーだったんですよ、うん なんかこれ、あの、他の選手がどうとかの話じゃなくて、G3 ナ、no. ンバーワンクラスの人が、一人抜けるってなったら、はい、まあそうだね。まあそりゃそうだよってのが、これはあってしまったのかなというところが、まあ見受けられたところではありました。ただディフェンス力とかはね、結局、一試合平均失点1.00しかなかったってところがあるから、うん、いわゆる全然失点してないチームなので、はい、やっぱオフェンスのところだったのかなってところはいろいろで、うん というところで、じゃあ、長野の面々のそれぞれの出場割合等々を見てい思います。はい、こちらでございます。ここがちょっと分かりやすいかもしれないね、馬場さん、ーー皆さんと、んえ右側に出場割合あるんですが、実は、前線が非常に、ね、たくさんのフォワードいたんだけど、はい、佐野選手以外は、実はほぼ20%も出れずという,う。これはどういった原因と言いますか。 まあ、おそらくはなんですが、先ほどのところでもあったようにというか、これ、あの、代表だったら、これ、世界的でも言われてることなんですけど、フォワードだけはちょっと水物って言われたりするんですよね。要は、ほら、得点感覚みたいなとかあるじゃないですか。はいはいはい。っていうところでもしかすると、あの、練習の調子だとかとかってので、こう、いろいろ使い分けてっていうのは、いろいろあったと思うんですよ。う なったんだけど、なかなか点に結びつけられなかったとかっていうのが、うん、これで言うと出てきてしまったいかと。いい競争があったという見方ももちろんできるんですけど、ね、そうなんですよ。だし、あと、彼らがいたからこそ、三田選手とか、森川選手だったりっていうところが輝けていたのは間違いないとは思うんですよね。だまあなかなかだから、それこそだから、僕は結局言えば、対策されてしまったってところがすべてなんじゃないのかなっていう、うん。やっぱ一番マークすべきチームとしてね、開幕を迎えてるわけですもんね。うん そうなんですよ。あの、これも皆さん覚え、覚えてらっしゃるでしょうかっと,ところで、はい、実はね、はい、ワンシーズン前ン2020のところから見るカでは結構話してたのが、はい、あの、ロケット型っていうチームなんですよね。<あ>このチーム、戦術としてあるのが。なるほど。あの、この森川選手とか、はい、東選手中心に、この左サイド側でこう、いろいろみんな密集してきて、うん、このサンダ選手とかも右ウィンガーなはずなのに、真ん中まで来て、 めっちゃ右サイドが空くんですよね。うんうん、で、この吉村選手が結局前に上がってって、左サイドからの密集から吉村選手で真ん中を決めるみたいな流れが多かったような、うん、チームなんですけど、多分そういうところがちょっとばれていたとかがちょっとあったのかなっの、なて<おー>。<laughs> なるほど。で、後半から立て直していこうと思ったら、藤山選手が秋田行っちゃったり、森川選手のおけががあったりってので、なかなか難しくなったっていうのはちょっと考えられるとい,いうところではありました。なるほど。ただやっぱり強いチームであったことは間違いないです。うん ってことで、次見てください。はい。レーダーチャートです。はい。せーの、ドン。はい、これが何を語るでしょうかというレーダーチャートです。はい,はい。 こちら、まず表の見方、左側の大きな方を見ていただきたいんですけど、真ん中の白くて太いところが平均50、偏差値、ごめんなさい平均の偏差値50というところです。まあ、あらかた超えてますよね。そうなんですよ。まあ、B がちょっと下回ったぐらいのもんで、あと、そうそう、ただ他は全部超えてるって状態なんですよね。なんで、オフェンスはもちろんだし、ディフェンスに至っては超超えてるってところがありますから、まずは、ないですよね。そうなんですよ。まずディフェンスちょっと見てもらいます。はい。 こちらでございます。はい。拡大いたします。はい。はい。うん、だディフェンス見ていくとめちゃくちゃすごくて、はい、あの、ディフェンシブサード、自陣の方に入られるか、ね、回数とかっての少ないああすごいですね。リーグ上位ですね、これね。そうなんですよ。はい、で、あの、実は秋口までこの20番、21番のこのプレスってところは、J1、あ、ごめんなさい、J3、ね、<laughs> ナンバーワンです。ナンバーワン。へー。 森川先生の離脱がちょっと大きかったっていうのが結果で言えるかもしれないけど、ーー途中までは良かったんです、間違いが。すごい良かった、はい。そうなんですよ。で、まあ、インターセプトとかタックルの数が少ないように見えますが、うん、要はあの、いわゆる攻撃自体がその前のプレスで止まってるとかっていうこともあるので、はい、これはインターセプトとかタックルする前にプレスで奪えてたからっていう可能性もこれは言えるから、うん、別にここは少なくても別にいいんです、<ー>注意点そそ、ねはい、そうそうそう、うん あと、大体でもそういう自陣に、自陣でね、あの来ることを防ぎ、防いでるよっていうチームでよくあるのが J1 でも J2 でも海外でも、この30番の自陣ロスといわゆる自らのパスワークでミスっちゃって、うん、失点につながるってケースもあるんですが、うん、それもだから最もなかったチーム、ね。オーケアできてた。はい。そうそう。だからディフェンスに関してを何か言うのはもう何も言うことがないそんなレベルなんですよね。 キーパーの方々も成分うまくできてます。これ良かこ見ると5位とか4位とかみたいな数字も見えますけどね。決して9位っていうか、10位のチームではないんですよ、ね。はいはいはい、はい。だからこそ、オフェンス見ていただきます。こちらでございます。とはい、オフェンスに。うん。えー、でもこっちも一桁順位多いですよ。そうなんですよ。僕で見ますと。え、ね、そうなんですよ。はい。唯一言うんであれば、はい、あの、僕は、長野が悪かった、うん。 ってていいいうのがデータとしはななですよねペナルティエリアもリーグ4位に入ってますしアタッキングサーブも2位の入りでゴールのパーセンテージ枠内パーセンテージシュート数だって悪かなんですよただ1個だけ実はここに書いてないことで気になるデータがたった1つだけあるんです僕今年のこの長野さんは順位先ほど冒頭で9位と言いました28試合で勝ち点36。 35得点 28, 28失点のチームなんですが、うんうん、28試合で J3 ナ、no. ンバーワンの引き分け数だったことがちょっとな。なるほど、接戦を3取れなかった試合が多かったってこと。うん、そうなんですよあ。なるほど、はい。で、実は先ほどあの、特に失点のところを、まあ、みんなで見てきましたけど、それがあの28失点と言いましたが、実はこれ、うん、昇格した岩手、グルージャー、盛岡と同じ。 なんとののものだったんですん<ー>だから本当によかったんですよ。はあ<ー>。で実はオフェンスの方もあの岩手が43得点で同じく昇格した熊本が39だったんで長野の35ってそんなに悪くないんですよ。えー、じゃあ本当にその一個一個の勝負の綾の部分で、うん、ちょっとしたところで3とれず1でっていうのが か多かったかなと思います。<laughs> もしかすると、これちょっとまだ僕は残念ながら好きで足りなくて分からないところなんですが、ーハート、メンタルとか、<ー>そういうところ何かってのがもしかしたらあったのかなとか、ちょっと思ってしまう部分ではあるかもしれない。わる部分っていうかね、まあ、もう一生懸命、ずっ落としてしまってる。そうですね。はい、あとは、これはだから長野さんにとってはすごい歯ぎしいしてしまうところかもしれないけど、はい もう一個昇格できなかったことを一つ言うんであれば、うんうん、去年3位だったからかなってのもあります。やはり、だから、あの要は去年って、普通、これ普通,の普通のシーズンだったらなんですけど、うんうん、降格してくるチームが、他のの、うん、同じリーグのチームの皆さんからしたらランドマークになるんですよ。そのチームを倒せば昇格できる可能性が高い。あなるほどねだけど、史上初、降格がなかったシーズンなので、長野を倒せば。あーそうか が最上位チームとして過剰にマークされてしまったってことでね。そうですねしかも別カテゴリーでもないから去年から研究が一番データもあれば握られてる知られてるチームとして狙われたということ。そううだと思うんですよね、うん、でもそれでも悪くない数字で戦ったしかし<う>接戦のところでもう一つだったってことねそうですね。 うんなるほどね、そこかなとは思いますあ<ー>これ、森川選手がやっぱりね、おっしゃってたことを思い出せば、はい、1>, この1回ね、ちょっと違う表をこちらを一っ戻しますけど、うんうん、ちょっとわれわれは6月にね、いろいろインタビューさせていただいたんですが、はい、正直その前の5月いったら勝ち点ゼロだった、1か月間の中で。っていうのもあったけど、実は森川選手もおっしゃってたのが、うん、あの特に正直、結果出てなかった月も試合もあるけど、そのところに関しては、特に気にしてないんですって、あっけらかんとした表情でおっしゃってたんですよね。 っていうのはやっぱり自分たちがちゃんと詰めてるって分かってたから。ただ流れが何かが悪かった。うんうん、でもそれがパンと弾けてくれたのが正直川崎戦だったのかなって思います。<laughs> なるほど。うん。やっぱこのデータはずっと残ってたからこそ何が勝利にたどり着かなかったんだろうと、そ,う本当それだけだったんじゃないかなって。なるほどね。うん,うん。一概に言うことはできないけど、実は最も G3 史上最も何かしらのこう不運だったチームっていうことも言えるのかもしれないあーあー何かパンってきっかけつかんだら、あのー、いい結果出たってことですもんね。そういうことですよね。そうですね。だからこの2、3、4月、5月があったからこのやっぱ6月ってものが出来上がってるってところもあるので、はい、やっぱだからなんかこうチームのバイオリズムというか、うん、なんか改めてこう難しさがあるんだなってことだと思いなんかね。時、うん、間の戦いってことですもんね。そそうです、ね、それれ教えてくれたのが 今年の長野かもしれない。だこれだから J1 のクラブの皆さんも J2 のクラブの皆さんとかも、もしかしたらなかなか J3 見られないってことも結構あるかもしれないけど、何かあったら自分たちがランドマークされる時があったら、チェックされる時が来たら、こういう風になるってことは、 ちょっつ教えてくれたのかもしれないな、というです、ね、じ相変わらずの昇格候補であることは間違いないことです間、ね、違いないと思います。松本、うん、とのダビューもありますからね。いろんな意味でされてくると思いますので。でねうん、はい。どうなっていくでしょうか、ということで楽しみでありがとうございました。ありがとうございました。今日のバルセールデータ通信もお送りしてまいりました。高評価ボタン、並びにね、えー、グッドボタンで応援してくださると、お願いします。よろしくお願いします。いますということで、このシリーズ毎日っ,って、えー、やってますので、ぜひ。 続いてみてください。お願いします。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。では。